SC 相模原は、神奈川県の相模原市、海老名市、ザマ市、綾瀬市、相川町をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟する、サッカークラブである。2008年2月に、元サッカー、日本代表の持月茂吉が中心となり、創設、同年3月に運営会社を設立。2010年2月16日に J リーグ、準加盟クラブとして承認され、 2014年より J リーグに入会した。ホームタウンは創設当初は相模原市であったが、2018年2月にザマ市、10月に綾瀬市と相川町が追加されている。ホームスタジアムは相模原祇園スタジアム、練習場は綾瀬市の綾瀬スポーツ公園多目的広場及び相模原市南区の野島フットボールパークである。 相模原市をホームタウンとする、スポーツチームとして、他にアメリカンフットボールの野島相模原ライズ、ラグビーの三菱重工相模原ダイナボアーズ、女子サッカーの野島ステラ神奈川相模原、自転車ロードレースのチーム右京相模原があり、連携事業も行っている。特に、野島相模原ライズと野島ステラ神奈川相模原とは、練習場を共用している。チームマスコットは、 ョ蝶をイメージしたがミティ。神奈川県社会人、サッカーリーグ3部から活動を開始。同年の第15回全国、クラブチームサッカー選手権大会で優勝した。12月、第10回相模原市サッカー、協会長倍争奪大会決勝で、関東大学リーグ2部所属の青山学院大学に0、0-2で敗戦。公式戦初黒星を喫し、 チーム誕生以来の公式戦の連勝は21でストップ。第28回神奈川県社会人サッカー選手権大会一時トーナメントにて県リーグ2部への昇格を決めた後決勝トーナメントで優勝。7月第45回全国社会人サッカー選手権大会関東代表決定戦で YS 横浜に敗戦。翌週には 第14回神奈川県サッカー選手権大会決勝トーナメント1回戦で、東院横浜大学に敗戦。第16回全国クラブチーム選手権大会は、関東大会で2年連続優勝を果たすも、全国社会人、サッカー連盟より、全国大会への出場を不認可とされる。神奈川県リーグ二部は、十一戦、全勝、一試合平均点五得点の成績で、 リーグ優勝。県リーグ一部昇格を決めた。12月、第11回相模原市サッカー、協会長売決勝で、青山学院大学と PK 戦の末、2年連続で、敗れた。2月16日、都道府県リーグ所属のチームとして、初めて、J リーグ準加盟クラブとして承認された。第29回神奈川県社会人。 サッカー選手権大会にて優勝、同大会連覇。第15回神奈川県サッカー選手権大会では、横浜昇華大学戦で、チーム最高得点となる、25から1のスコアで勝利、したが、決勝で、YS 横浜に敗れる。9月9日、日本サッカー協会より、ザスパクサツ以来2例目となる、 J リーグ加盟を標榜するクラブに対する優遇措置を適用することを認められ、第34回全国地域サッカーリーグ決勝大会への出場が決定。第46回全国社会人サッカー選手権大会は3位に入賞したが、第34回全国地域サッカーリーグ決勝大会は1次ラウンドでグループ2位の成績で敗退した。 神奈川県リーグ一部で優勝。関東社会人、サッカー大会で準優勝。関東サッカーリーグ二部六位の SG システムに入れ替え戦で勝利し、関東リーグ二部昇格を果たした。FC、岐阜や FC 町田ゼルビア元監督の戸塚哲也が、監督に就任。関東リーグ二部で一勝一分二敗の5位と成績が低迷したため、5月に、 戸塚を解任し、6月に代表のモ月が監督を兼任。その後、7連勝を挙げるなどでリーグ優勝し、関東リーグ一部への昇格を決めた。なお、第16回神奈川県サッカー選手権大会は、1回戦で産業能立大学に PK 戦で敗退。第47回全国社会人、サッカー選手権大会で準優勝。 第4回 KSL 市原カップは一時、ラウンド敗退。第35回全国地域、サッカーリーグ決勝大会は、決勝ラウンドで参戦全敗の4位に終わった。2月12日、元神奈川大学サッカー部監督の木村哲章が、監督に就任。関東リーグ一部は、15勝2分け一敗の成績で、優勝。第17回神奈川県サッカー選手権大会は、 準決勝で、横浜猛粛 FC に敗退。第5回 KSL 市原カップで準優勝。第36回全国地域、サッカーリーグ決勝大会で優勝した。12月16日、日本フットボールリーグ理事会で、JFL 入会が承認された。木村大成2年目。宮川大輔、鈴木祐介、小賀聖二が引退し、ファビオが、横浜 FM。 吉岡康平が、森岡、中川隼人が、カセサートにそれぞれ移籍。一方、佐川志賀 FC から森田光一郎、吉村修平、奥久拓海、栃木ウルーバァ FC から田村仁志隆三尾美和子志賀から増田雄太郎、ブラジルから、ホニ・ソーザとウィリアンス、ルーキーでは、アンゲイ・マサトシと、鈴木翼が加入した。JFL リーグ戦は18勝7分9敗の、 勝ち点61で18チーム中3くらいの成績を収めた。シーズン中に、ホニ・ソーザとウィリアンスが対談し、ブラジル人のウェーズレイが加入。第18回神奈川県サッカー選手権大会は、初戦で、泉州大学に敗れた。なお、11月19日に日本プロサッカーリーグの理事会で、J リーグへの入会と、二千十四年の J3 リーグ参加が承認された。 木村大成3年目。森田光一郎及び小沢祐樹が寒木へ、橋本雅人及び、斉藤光也が森を変え、吉村周平及び五宮匠が、FC 大阪へ移籍、渡辺明弘が引退、森谷圭介が退団した一方、藤吉海次郎、フェアモービー、寺田洋介、大森圭成、三幸秀実、犬井上達郎の6名が完全移籍により入団。 さらに、森本良、淡わ俊太、神田夢実の3名が、レンタル遺跡により入団した。また、服部と公平が入団した。3月21日、元日本代表 FW、高原直宏が、レンタル遺跡で加入した。8月に、元ブラジル代表 MF トロが加入した。J3 リーグ戦は12チーム中6位の成績。 第19回神奈川県サッカー選手権大会は、初戦で、神奈川大学に敗退した。シーズン終了後に、木村が監督を退任した。前佐川印刷京都監督の唐島慶玉が、監督に就任。新戦力として、横浜 FC ユース出身の黒木明健が加入した。1月19日、高原直弘を完全遺跡で獲得。 第20回神奈川県サッカー選手権大会は、初戦で、泉州大学に敗れた。11月2日をもって唐島が辞任し、松原義香が監督に就任した。最終成績は4位。シーズン終了後に、松原が監督を退任、高原らが退団した。前 FC 琉球監督の札川良洋が監督に、就任。元日本代表 GK。 川口の勝藤 FC 岐阜より完全移籍で加入。8月に、札川が監督を辞任し強化部に、移動、公認に、安永佐都志太郎が就任。リーグ戦は11位に終わった。シーズン終了後、深井正貴、石川大徳、近藤雄介などが引退したほか、9名が退団した。安永体制2年目。岐阜からお金直や、 金沢から辻を信じ福島から梅井大輝、大分から市役聖天岡山から久保雄一、水戸から麦倉夏樹元ファジアーの岡山ネクストの木徳直人と、北新越一部、サウルコス福井から山口誠也が完全遺跡で加入した。シーズン中には、群馬から岩田拓也が、レンタルで加入。 ドイツオーバーリーガの FV07D フレンから松木雅也、オーストリアやステリーガの SV ホルーンから荒井美希が完全移籍で加入した。リーグ戦は12位に終わり、シーズン終了後に安永が監督を退任。また、岩田拓也のレンタル移籍期間満了、岡根直也が沖縄 SV へ移籍するなど9名が退団した。新監督に前水戸監督の西が、 谷高幸が就任。町田から谷沢達也、富山から北井祐樹、鹿児島から庭隆平、大分から大津明る誠、新潟から成岡翔、関東一部、栃木ルーバー FC から加納連、K リーグ、テグ FC から、金星が完全遺跡で加入した。開幕から4試合未勝利で、第4、5節には再開となる。 続く4試合を3勝1分としながらも、続く、第11節から3連敗など出入りが激しく、夏の中断前の、第19節終了時には6勝5分6敗、勝ち点23の9位となる。後半戦再開から2連敗、第3節振り返し試合で、勝利の後さらに4連敗し14位まで順位を、落とすが、最終8節を5勝1分2敗で乗り切り、 通算12勝6分14敗の勝ち点42で9位となった。シーズン終了後に川口農活が現役を引退した。前岡山ヘッドコーチ、元新潟、長野監督の三浦文武が監督就任。札幌から元日本代表 MF、稲本淳一が完全移籍した。リーグ戦は上位争いに出ることもなく、過去最低の15位に終わった。 天皇杯予選は、決勝で、東院横浜大学に敗れた。三浦大成二年目。開幕から五戦負けなしの後、四試合で3敗し10位まで、順位を下げ、前半戦終了時点では2位ロアッソ熊本と、勝ち点差12の8位。しかし、対17節ガイナーレ鳥取戦から5連勝で4位、浮上、第24節対 FC。 岐阜戦終了時に3位浮上したものの、岐阜戦含め5戦連続引き分けで4位、第29、30節と連勝し、シーズン初の2位となるが、第31節に再び3位降格、そのまま迎えた、最終節、12月20日の FC、今治戦に1の2で勝利し、2位 AC 長野、パルセイロが敗れたことにより逆転で2位に入り、2021年の、 J2 リーグ昇格が決まった。結局第16節から19戦無敗のまま、シーズンを終えることとなった。三浦大成3年目。千秋聖天が引退し、富澤聖太郎が東京 V、神沼自家製が岩田、ビクトルが山形に完全移籍するなど、13選手が退団。一方、 横浜 FC から竹重康彦、岩田から石田龍馬など9人が完全遺跡で加入。GE 大阪から芝本連、CE 大阪から船木章、柏から鎌田二郎が期限付き遺跡で加入した。開幕から2分にいっの後、第4節ホーム大宮戦で J2 リーグ初勝利を挙げ、一旦12位まで順位を上げたものの、 直後に5試合勝利なしで21位まで順位を下げ、第10節千葉戦でアウェイ初勝利を挙げ再度、ド、格権を脱したものの、再度5戦勝利なしで、第15節終了時に再開転落、第16節アウェー山形戦に敗れ3連敗かつ6戦、勝利なしとなった、翌日の5月31日、三浦監督を解任、翌6月1日、公認の監督に、 前大宮監督の高木拓也が就任することが発表された。4月には DNA が運営会社の株式19%を取得し、経営に参画。8月26日、J リーグリージ会にて、エビナ氏がホームタウンに追加されることを承認された。第30節、第40節の各勝利後には、一旦18位まで浮上したものの、それ以外は、 同シーズンの J3 広格圏である19位以下に低迷したまま最終節で勝てば残留の可能性もあったものの東京オブインに0から3で敗れ勝ち点38で19位が確定 J3 で J にライセンスを持たないテゲバジャーロ宮崎が2位以内に入れば残留の可能性もあったが熊本と岩手の2チームが1位2位で J に昇格となったため 相模原の1年での J3 降格が決まった。J3 から J に昇格し1シーズンで J3 に降格するのは2019年の鹿児島に続き、史上にチーム目となった。2020年現在は相模原基本スタジアムを本拠としているが、一席が J2 ライセンス基準の1万人に満たず、J2 クラブライセンスを取得できない状況が続いていた。また、 同スタジアムが唯一のスタジアムであり、これをラグビーアメリカンフットボール、男女サッカーで共用している状況であった。SC 相模原の運営会社は2019年8月19日、2014年に一部、返還された在日アメリカ陸軍、相模総合補給昭跡地を候補地とした新しいスタジアムの建設構想を検討していると発表した。具体的には、 同市内を本拠地とする球技4チームが共用することを念頭にスポーツ庁が行うスタジアムアリーナ改革推進事業の委託先に上記4クラブが委託されることになったことを受けたもので球技専用スタジアムを想定している2019年12月には上記4クラブの選手関係者が同市内で署名活動を開始したなお SC 相模原は2021年のクラブライセンス申請にあたってこのスタジアム計画を元に施設基準の例外規定適用申請を提出しており、これが認められて J にライセンスを取得することができた。JFL に参入した2013年以後、背番号11はき番号となっている。これは代表であるも月の自分ができることとして世話になった。 三浦和義がサッカーをずっと続けられる環境を用意したいという意向によるものであり、実際に、三浦も毎年オファーを受けていることを認めている。ABCDEFGHIJKLM、プロフィール、SC 相模原。日本プロサッカーリーグ。2020年8月3日閲覧。AB、J リーグ入会審査結果について、日本プロサッカーリーグ。 h t t p w w w j l e g u e j p r e l e a s e a r t i c l e 0 0 0 5 4 8 7 2 0 1 6年11月21日閲覧。a b c d e f g j クラブ個別経営情報開示資料。日本プロサッカーリーグ。2020年8月3日閲覧。ab. J リーグ準加盟審査結果について、日本プロサッカーリーグ、http コロンスラッシュスラッシュ www.jleague.jp スラッシュリリーススラッシュ ARTICLE-0003381 スラッシュ2017年2月10日閲覧 ?SC 相模原ホームタウン追加について、日本プロサッカーリーグ。 https://www.jleague.jp/.release/.post-52690/.2018 年2月28日閲覧。SC 相模原ホームタウン追加について、日本プロサッカーリーグ。 https://www.jleague.jp:/release:/post-56250/2018 年10月27日閲覧。ホームタウンチーム。相模原市。2020年8月3日閲覧。日本フットボールリーグ新入会チームにつきまして、日本フットボールリーグ。 http://www.jfl.or.jp:/jfl-pc:/view:/s.php: a イコール5342020年8月3日、閲覧。三浦文武監督解任のお知らせ、SC 相模原。 https://www.scsagamihara.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュポストスラッシュ202105310022021年6月1日閲覧。高木拓也氏監督就任のお知らせ、SC 相模原。 https://www.scsagamyhara.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュポストスラッシュ202106010012021年6月1日閲覧 DNA の経営参画決定について2021年2月25日 SC 相模原のホームタウンとして新たにエビナ氏を追加2021年8月26日 熊本が4期ぶり J2 復帰。岩手は、初昇格 J2.19 位の相模原は、J3 降格。スポーツ日本。2021年12月5日閲覧。相模原駅前、次世代スタジアム検討へ。スポーツ庁の事業採択で、相模原ホームタウン4チーム、駅前スタジアム整備で、署名活動。 クラブライセンス交付第1新期間決定による2021シーズン J リーグクラブライセンス判定について。日本プロサッカーリーグ、https コロンスラッシュスラッシュ www.jleague.jp スラッシュリリーススラッシュ post-64594 スラッシュ2019年9月29日閲覧概要。 https://www.scsagamihara.com スラッシュクラブスラッシュ2020年8月3日閲覧2021シーズンユニフォームに DNA ロゴを追加掲載 h t t p s コロンススララッッシシュュ w w w s c s a g a m i h a r w a y c o m スラッシュニューススラッシュポストスラッシュ202105080012021年5月9日閲覧に吉川綾野さん坂本浅見 SC 相模原応援マネージャー南くずシューターズオフィシャルブログ2013年6月8日6 QSC 相模原応援マネージャー南クズシューターズオフィシャルブログ2013年6月12日 SC 相模原が数に背番号11番を開けている理由サンスポコム2020年12月4日閲覧スポーツクラブ相模原に関するカテゴリーありがとうございます